ラティスセミコンダクターとはアメリカのプログラマブルロジックデバイスなどの開発を行う半導体企業である。日本法人はラティスセミコンダクター株式会社。略称はラティス。1983年4月3日に設立され、1989年11月9日に上場した。本社をオレゴン州ヒルズボロに構えている。 2011年12月9日、シリコンブルーテクノロジーズの買収を発表した。2012年3月に、ラティスは新しい企業ロゴを発表した。主力製品は、フップガ、CPLD、プログラマブルパワーマネジメント製品である。フップガの世界シェアは、ザイリンクス、アルテラに次いで、第3位である。競合企業である両社と違い、ハイエンドフップガには注力せず、 ミッドレンジフプガやローエンドフプガといった低コスト製品を事業戦略の中心に掲げている。半導体ベンダーのため自社で生産ラインは保有していない。製造は富士通セミコンダクターなどで行っている。2012年7月には NC とファウンドリ契約を結んだパワーマネージャーファミリーやプラットフォームマネージャーが存在する。エスプクロックファミリーとして クロックジェネレーターなどを開発している。プログラマブルロジックデバイスの回路設計を行う開発環境として、ラチスダイヤモンドやアイスキューブにエスプレバーを提供している。ありがとうございます。